まあ、ありがとうございます。まずありがとうございます。今日のですねテーマはね、牛窓菓子の土方の遺跡から見える相撲伝来史っていうね、こういうタイトルでのお話なんですね。それで実はこのタイトルでの話を去年の1月18日に菓子との公民館でね、お話しさせていただいて、菓子との公民館が始まって以来満席っていうね、記録を打ち立てたんですが、問題はね、まあ、これからお話するものが、まあ、菓子の遺跡から見つかりまして、東京の国立博物館に行ってるんですが、その話を地元の人が誰も知らなかったっていう、そういう話なんですね。それでこのテーマをまとめるように私に依頼された方っていうのがですね、カシノにお住まいの菅美代先生なんですよ。皆様ご存知ですか？東京芸大の先生です。カシノから東京芸大へ通勤されている先生がカシノにおいでになるわけです。はい。すごいんですね、今ね、世の中は。飛行機で通勤してるのか、新幹線か、そこまでは私聞いてませんけれども、こういうテーマで研究するスタートっていうのは、阿弥神社の調査をやりましてね、そして阿弥神社周辺をずっとこう調査して回って、何か面白いものがないかなっていうことを調べていたときにですね、この話が出てきたわけでございます。それで私のホームページの中でですね、まあ、3ページか4ページに簡単にまとめてホームページに公開してたと。それを菅美代先生がご覧になってですね、一つこれ松田さん講演用にまとめてもらえないだろうかと、こういうメールが参りまして、平成28年6月19日に総研にで先生にお会いしましてね、まあ、要はどういう話かと申しますと、岡大の医学部のところに準子ホールっていう大きなホールがあります。そこでこの話を話してほしいと、こういう構想を持ちかけられまして、私をお受けしてこれをまとめたわけなんですね。はい。まあとりあえず本論に入ってまいりますけれども、弥生時代浜っていう、これは当然共同方皆さんご存知ですね。屋島の合戦でのその矢が流れて西脇まで流れてきたということで、弥生時代浜っていう地名がついております。それで特に重要なのは源義経の四天王寺の一人がですね、片岡八郎常春って方なんですが、この方がこの皆様の豊原城のお殿様だと、こういうことにつながっているわけでございます。ここできちっと福君史に書いてあるんですね。それで現在岡山市になっておりますけれども、朝日小学校の周辺にある片岡さんっていうのは全部先祖が片岡八郎常春だと、こういうふうに言っております。それなりの家系図のあるうちもあるようでございまして、まあ辻野先生が最近本を出版されているという経緯なんですね。その常春が皆様の地元奥町豊原の城と、ここのお殿様であったということが奥軍師に書いてあります。はい。まあ奥町に関連した話はこれだけなんですよ、今日の話の中ではね。それでこの朝日がですね、今日お見えになっている片岡さんの撮影していただいたですね、昔の要は西脇の海水浴場って言ってた場所ですね、そこの
あの浅木でございます。まあ、海水浴場が閉鎖になって、まあ、八百里ヶ浜っていう元々の名前を使うようになってきております。それでカシノっていうものを一番その考古学上重要なのはですね、ここに株山古墳っていうのがあるんですね。あの全長84メーター、そして標高90メーターの株山山頂にあるわけでございます。この84メーターがあってですね、今あの県立博物館の入り口にですね、石の棺桶、石棺が展示されております。これが赤岩の、朱仙田古墳でございます。ここが85メーターなんですね。そして長船にある築山古墳、まああの古墳のところに資料館がございます。これが81メーターと、まあだからこれは一つの完全なグループだっていうふうに考えていいんじゃないでしょうか。はい、これはまあ梅津先生のあの講演資料なんですけれどもね。それでカシノっていうことを考えたときに一番分かんないのは地名の由来なんですね。まあ地名の由来の前にカシノって字が読めないっていうことから始まるんですね。だからあの去年の1月にカシノの公民館でお話したときにも、あの歌手の皆さんはカシノっていう情報発信をですね、どういうふうな情報発信の仕方をしてるんですかっていう、そういう問題提起をさせていただいたんですけれども、あの奥君子をあの調べておりましたところですね、まあこれがあの鹿島神社なんですが、あの蒙古襲来、その2度目の襲来ですね、あの公安の役1281年直後にですね、この歌詞の大明神演技っていうのが書かれてるわけです。そしてその中に地名の由来として、春日の神様が鹿に召して忍び魂ゆえなりと、こういう説が書かれてるんですね。まあこれは私調べてませんけれども、当然あの春日神社の荘園があったんじゃなかろうかなと、地名学の常識から言えばね、春日地区に春日神社の荘園があったから、あのこういう話が持ち上がったんだと。それでまあ、 あの今日の話までに春日について少し分析してね、私の説を出そうかなと思ったんですが、まあ何分その蒙古襲来の時代の説であればね、もう完全な歴史でございますから、これに対抗した説を出すなんていうのは不謹慎、この上ない話でございまして、やはり歌手の人たちはこの説を PR すべきだというふうに考えるわけでございます。それで現在はまあ、 あの春日神社と同じ神様になっているんですが、多くの、まあ、昔 の、 あの神様はですね、株山明神、伊根の神と、こちら稲津神社っていう、こういうような記録があるようでございます。それでまあ、 あの私の自己紹介申し遂げないかんのですけれども、まあ春日についてはあの岡崎春樹先生、皆さんご存知だと思うんですけれども、非常に長年にわたってですね、春日の郷土史熱心に研究されております。まあ岡崎先生は、まあ、それこそ総合的な研究をしてるんですけれどもね、特に私がやってるテーマっていうのは地名学なんですね。だから歴史学じゃなくて地名学、地名を調査するということと、もう一つは先史学っていう学問があるんですが、これはあの文字ができる前の学問だから、文字ができる前をどこまで推定できるかと、こういう学問をあの中心で、研究してるもんでね、まあ、皆さんの前でお話する内容も、なんで松谷の話は他の先生とまるっきり違う話をするんかっていうね、あの質問を受けるんですが、それは研究手法がまるっきり違いますからね、研究手法が違えば結論も違うっていう、そういうことになるわけです。
ほんで特に、今日の最後に説明しますけれども、吉備国にはいろんなところから渡来してきてるわけなんですね。はい、その具体的な話は今日の最後にお話ししますけれども、民族学の柳田邦夫先生はですね、地名の研究っていう本2冊書かれてるんですが、その中に日本の地名には意味不明のものが甚だ多いってことを書いてるわけです。そして私はこの意味不明の意味をね、渡来人のふるさとの地名じゃないのかと、ふるさとの地名、ふるさとの人の名前だから、日本人の感覚で見れば何のことかまるっきり分からないっていう柳田邦夫説になるんじゃないかなと、こういうふうに考えるわけでございます。そして今日のお話っていうのは、特に歌詞のまでのですね、世界との関係を今日はお話しいたします。それでちょうどね、おととしの11月25日から去年の2月26日まで岡山県立博物館へね、東京国立博物館から里帰り展示があったわけです。それで今日のお話っていうのはこれなんですね。はい、これが里帰り展示があって、私も博物館友の会のスタッフとボランティアガイドとしてるんですけれどもね、学芸員の先生なんかっていうのはこういうパンフレットは作ってもね、特にじゃあこれ貸しのもんだから貸しの人にですね来てもらおうよっていうような、こういう発想がまずないんですね、プロの学芸員っていうのはね。いうことで私は貸しので講演したっていうのはね、歌手の人に今帰ってきてるんだから博物館行って見てねっていうね、こういう趣旨で講演会を企画したっていうことなんですね。それでここに要はスノーを取ってるのがついてるわけでございます。今日はその話なんですけれどもね、平成9年に発行された牛窓調子の資料編の2の中にですね、10ページにわたってこれについて書かれてるんですね。何を書かれてるかはまた暇な時に図書館で見ていただければね、牛窓の図書館でもよろしいですし、こちらの図書館両方ありますからね、見てもらえばいいんですが、この東京国立博物館所蔵資料は相撲を取っている場面などで有名な装飾出席が含まれており、注目されてきたが詳細が不明であったと、こんなふうに調子に書いてるわけですね。だからこの調子を書かれたのは倉敷考古館の先生の奥様が書かれてるんですけれども、この説明ではですね、この末期が日本相撲史上ですね、相撲伝代史上にとって重要な出陣であることを理解できる読者は皆無であろうということでですね、私は今回の調査をしたわけでございます。で当然これは6世紀後半頃のものだというふうにされております。それで土方に古墳ってのはどこにあるんだっていうね、これ馬場先生にこの地図を探していただいてということなんですが、ここに土方に1号墳2号墳っていうのがあるんですけれどもね、残念なんから看板も片岡さんないんですね、まだね。看板もありませんので行こうと思っても行けないよということで、それでとりあえず講演会の前後しましてですね、片岡さんがとりあえず探してくれまして、完全に今埋まっちゃってるわけですね、こんな状態。それでこの記録っていうのが昭和23年に発行させた「貸しの調子」っていう本があるんですが、この本の中にはきちっとこんな図面が残ってるわけですね。
はい。それで要はその日本相撲史っていう本があるっていうことをとりあえず島の調子で知ったわけなんです。それでとりあえず日本相撲史って本には何を書いてあるのかということでこの本を探す作業に入ったわけですね。そうしましたら県立図書館にございました。あの上下に分かれてるんですね。そしてこのこれ昭和31年に坂井さんっていう方が書かれてましてですね、発行されて、相撲の起源、世界における相撲というところにですね、これが紹介されてるわけです。それでここで、見てほしいのはですね、この形ですね、この形なんだろうっていうね、はい、いうことでこの本を書かれた先生はですね、これはルーツが古代バビロニアにあるよっていうね、はい、古代バビロニアだっていうことを言ってもですね、確かに昔世界史で習ったけどどこにあったかいなっていうのがね、正直な感想じゃないかと思うんですが、チグリス川とユーフラテス川との間を中心にして栄えた、ね、そういう場所でございます。それとなんとこういうね、頭の上に全く同じものがついてですね、相撲を取ってるっていう、こういうものが紹介されてるわけですね、本の中に。はい、だから非常にまあ確かに日本の相撲に似てるなっていう感じを受けるんですけれども、バビロン第一王朝っていうのは紀元前1894年から1595年とこういう古い時代っていうことなんですね。そしてまたこの本にはですね、古代エジプトのナイル川の横穴古墳壁画っていうね、この中に相撲を取ってるこういう絵がありますよっていうことを書いてます。はい、それで皆さんもそうだと思うんですが、まあ、もちろん私もそうだったんですが、相撲っていうと日本の国技だからね、完全に日本のオリジナルなものだとほとんど思ってるんじゃないかなと思うんですけれども、外国生まれの日本育ちの国技だってことなんです。はい、だから相撲っていうのは外国生まれの日本育ちの国技だっていう、これをちょっと頭に切り替えてほしいんですね。はい、それでこれはまあ日本相撲協会の相撲大辞典でずっと出てる内容なんですが、その中でアフリカのセネガルのブレっていうのが似てるよってことを書いてるわけです。それでまあ私はこのお話のためにですね、トルコとインドとウズベクを追加いたしました。これが中国なんですね、シュナイジャオっていう、まあだから相撲に似てるっていう言い方がいいのか、もう一つは格闘技、レスリングっていう言い方ですね、いいのかってことになるんですが、レスリングに似てるっていうふうに評価していいんじゃないかと思います。そしてこれが韓国のシルムっていう朝鮮民族の格闘技っていう説明されてるんですけれども、砂を入れた直径9メーターの円内で戦いますと、足の裏以外の部分が砂につくと負けですと、それでまあ円の外に出ると組み直して再開しますっていうね、これまあ要はこの壁画が4世紀から5世紀の壁画だっていうことなんですね。それで日本の相撲に一番似てるのが西アフリカ、セネガル、これが一番似てるんですね。ブレっていうんですが、
昔干ばつがあって、大地の神と海の神が力比べをし、大地の神が勝って水や塩をもたらしたという神話伝説が起源とされていますと。農産物の収穫を祝い、豊作に感謝する行事ですと。相手との間合いとっての組み合わせ、相手を投げて倒せば勝ちですと。相撲の土曜日の調べ方に見た舞踊もありますと。非常に日本の相撲との共通点が多いと。ですからアフリカっていうと、今皆さんもそうなんですが、直接関係ないやと思われている方がほとんどだと思うんですけれどもね、相撲っていう見方をすると、これが一番似てるっていうことなんですね。まあもちろん現在の大相撲にはですね、モンゴル勢たくさん来ております。はい、だけどモンゴル相撲っていうのは土俵がありませんからね、これ完全に、まあ、レスリングに近い格闘技っていう、まあ技の数が400とも500とも言われるっていうね、もうそれこそ一瞬で勝負が決まるのがモンゴル相撲の特徴であるということですね。それでまたトルコにはヤードギュレンっていうんですか、オイルデスティングっていうものがあるわけですね。この油を要は体に塗ってですね、まあツルツルしながらですね、戦うと。これが最大の特徴でありですね、そのオリーブオイルっていうのは奥嫁の意味もあると。はい、そういうようなレスリングですね。はい、それでインドのクシャペ、まあこれも私が追加したんですが、紀元前5世紀ごろアーリア人の南下に伴い、ペルシャの格闘技が伝播し、インド在来の格闘技と融合しました。砂を盛り耕してふかふかにした土俵で戦いますと。相手を投げつか背中を地面につければ勝ちですってことで、相撲に非常に似てるわけでございます。そしてまあ今回追加したのがウズベクスタンですね、中央アジアのクラーシっていう、やはりレスリングですね。はい、それでここでですね、日本の相撲の起源説話っていうものを確認しておきたいと思うんですけれども、まあ、要は古事記と日本書紀に相撲はどのように書かれているかということになるんですが、古事記ではですね、要は神様が相撲を取ったっていう話なんですね。竹三日月と諏訪神社の神様の竹南方がの力比べであると。ほんで、出雲の竹三日月が諏訪へ逃げて、諏訪の力一歩も出ないことを誓いましたと。どうか私を殺さないでくださいということで命が助かったっていうね、これが命が助かったっていうのが古事記の話なんですよ。それに対して日本書紀っていうのはですね、第11代水仁天皇7年のですね、出雲の飲みの宿根と大河の小屋屋のスマリトラシムっていう、これがスマリトラシムと読めるのかどうかと思うんですが、そういう文献にルビを振ってますんでね、ルビを正確にコピーしております。はい、それで特徴はですね、勝敗が決した相手にとどめの一撃を加えて絶命させる格闘技でしたってことなんですよ。それでどういうわけか、大河の小屋の出身地がですね、日本書紀には書かれていないということなんですね。それで飲みの宿根と相撲ってことでね、日本書紀には人間としての歴史同士の戦いの最古のものの記録があるわけですね。試合は蹴り技の応酬であり、最後は飲みの宿根が大河の小屋のあばば骨を踏んでおり、さらに腰を踏み殺しました、ね、こういうふうに書いてるだけです。
勝敗が決した相手にとどめの一撃を加えて絶命させず勝つ富だったっていう。まあ、宿根も毛早もですね、相撲の人として祀られているということなんですが、近くにのみの宿根を祀っている神社がないかと調べますとですね、長船にあるんですね。長船っていう言い方がいいのか、福岡の将ですね、はい、それで要はこの地図に基づいてですね、吉井川をずっと登って、小津のこの権現社ってここなんですが、これが一種神社、現在の東区吉井ですね、中世の福岡御所だということで、ここの神様がのみの宿根が出てるよっていう、こういうことが分かったわけですね。これは吉井川の流れが変わっておりますんでね、今皆様は福岡の省っていうと完全に長船だと思われておりますけれども、当時の中心にきてはこの吉井の方だったんですね。これは長船長史あるいは浄土長史を読んでいただくときちんとそういうようなことが書かれております。それで萩と萩和とのみ宿根っていうね、話をちょっとしときますとですね、11代の崇仁天皇の奥様が亡くなったと、それまでは、まあ、家来が殉死っていう、一緒に死んじゃうっていうね、こういう風習があったっていう言葉をお書きになってると思うんですけれども、その殉死の風習をね、なんとかやめさせようっていうことを考えていたときに、この埴輪の背っていう提案があったわけなんですね。それで埴輪をですね、並べるように、変わったと。これが萩と埴輪とのみ宿根っていうね、それを提案したのがのみの宿根であったと。そしてこれが萩のみの背をのみの宿根に与えたということで、お三年の行き前、松通寺の山のあたりが萩っていう地名がありますね、はい。それで大麻の契約と大麻の広島っていうふうに書いてるんですが、これは岡山の百軒川の米田大橋、昔から橋があったんですが、そこに大麻神社っていうのがあるわけなんですけれども、この神様っていうのは現在は大河の狼っていうふうに書かれてるんですけれどもね、岡山の古代史を見てきますと、当然この大河っていうのは大河の小屋と大河の広島っていう方、これは高島国府、不全国府の初代の長官なんですね、はい。大河の広島っていうのは671年の初代備前国司であるということで、この初代の国司のご先祖様が大麻の家じゃないのかなというふうに私は見てるわけでございます。そして出雲との関係で見ますとですね、お長船にですね、いいっていう地名がございます。ここに岩倉神社っていうのがございますね。ここから連想できるのがですね、島根県飯石郡に飯石神社っていうのがあります。これが岩倉なんですね。ここにある石がね、だから地名学から言えばね、この飯石が岡山へ、要は長船に来て飯石の死が取れたと、こういうふうに考えていいんじゃないかなと、はい。だからここへお参りしようと思ったらかなり急な山道でございます、はい。だから長船っていうのは非常に重要な地名の多いところであるというふうに考えてます。それで考古学の方から言いますとですね、吉備の大型土器っていうのは、特殊器台っていうものがあるよと。いうことなんですね。墳墓における埋葬儀礼に用いられる特殊器台が、
小麦に立て並べられた埴輪の起源ですと。これはまあ、総社の教育委員会の高橋先生がこういうふうに書いてるんですが、こういう説でですね、要は本には書いてないんですが、こういう考古学の説っていうのは日本初期のですね、埴輪の起源説が間違いですよってことを要は考古学の先生は言ってるわけです。はい、これが特殊機材ですね。はい、大きさと形が非常に得意であると、巨大とも虚構とも言うべきこのような筒型の機材がたとえ出張埋葬の詐欺であってもなぜ必要とされたのかっていうことを近藤先生が書いておられますけれども、まあ私も愚術家の端くれとしてですね、この考古学の先生たちの説はいかがなものかと思っておりますっていうのはですね、百瀬隆人先生っていう古代史の先生がいるんですけれども、この先生はですね、この多孔埴輪っていうのは古代の銅の製錬用に使っていたんだと、こういう説をお出しになってるんですね。それでこの説を調査してですね、時にですね、松下電器の現在パナソニックですか、パナソニックの技術屋さんにですね、これ話をしたところ、この説が正しいよとあります。これを寝かしてね、多孔の横長道具として使用していました。現代も基本的に製法は一緒だったわけです。だからその百瀬先生の説っていうのは、プロの先生、銅の製錬のプロの先生は正しいよって言うんだけれども、考古学の先生はこんなバカだと言うんですね。だから、使う学問、研究手法が違えばですね、まるっきり結論が異なってくるって話でございます。それで、重要なのは、長船町の萩っていう地名なんです。これは高槻市の古墳のですね、埴輪の事例なんですけれども、重要なのはですね、この埴輪っていうのは、古墳の近くで作ったのか、別の場所で作って運んだのかっていうね、こういう考察が必要なんですけれども、これはもう現在あくまで古墳の近くで作ってますよっていうのがね、きちっとこれはもう証明されておりますんで、はい、あくまでこの萩っていう地名のところにいた美術屋集団がどこどこに古墳作るよって言ったら、そこまで出張してね、その辺りの土を使って埴輪を焼いたと、こういうふうに理解せないかんわけですね。それで万葉類辞書っていうのは、931年から938年成立なんですけれども、この中に8号、末号のね、10号が記録されているんですが、特に瀬戸内市の場合は末はかなり研究が進んでます。だけどこの恥の研究がほとんどされてないんじゃないかなと。小通寺の宇田山です。具体的に言いますと、そういうふうに見てます。それでこの恥ですね、これを鳥取から始まってですね、兵庫大阪に恥と書いて恥と呼んでます。全部字もね、基本的には発音の問題で一緒だと考えればいいんじゃないかなと思います。それで面白いのがですね、特殊器台が主とした遺跡っていうことで、これは岡山商科大学の福本先生が先日講演されたというね、霧から出てるけど針間から出てないよっていう講演させたんですね。それでこの話っていうのは、私が邪馬台国の話、邪馬台国は岡山ですっていう講演をずっと県内13カ所でやったんですが、その時に要は入れ墨が出てる場所がですね、霧から出てるんだけど針間からは全然出てませんよっていう、こういう説明してるんですが、
それと一緒なんですね。はじめには特殊機材は出てないが、はじき名はありますということですね。辰野と、なんだ、姫路市ですか。はい。それで、まあ、スレとはじっていう地名がある。当然、これは器の名前であるということでね。このはじきっていうのは、弥生式土器の中で置くわけなんですけれども、基本的に焼き方が野焼きなんですね。だから特殊器台っていう先ほど説明したものも野焼きなんです。はい。そしてあの末木の方はね、牛窓の末木、皆さんよくご存知のごとくね、玉焼きなんですね。はい。そして備前焼きの源流っていうのは灰土の焼き物であり末木であるっていうことなんです。まあだから本当に瀬戸内氏はこの末木の研究はかなり日本のトップレベルの研究報告してるんじゃないですか。だけど本当にもう弾きの研究についてはお粗末そのものっていうふうに私は見てます。だからこれは温度が違うんですね。野焼きだったらせいぜい800度ぐらい、そして釜焼きで1200度ぐらいね、400度温度が違うというのは非常に大きなことになります。これが笠岡の前にある大島から見つかってる、要は弾きの写真なんですけれども、まあ弾きも末木も一緒、同じ時代に共通して使われていたということでございます。ほんでいよいよ壺の話に入ってまいります。はい。直使ハニバの出土地が現在6カ所なんですよ。はい。島根県、大阪、和歌山、愛知、茨城、福島と、これは全国的に分布しているということですね。これが島根県松江市の事例ですね。歴史派には当然野焼きだってことですね。はい。一応まあ5世紀半ばで最古の歴史派にはというふうにされてます。ほんで右腰に回しと見られる帯状のものが残っていますと、こういうふうに書かれております。島根県古代文化センター所蔵ですね。そして大阪高菊氏、これは慶太天皇のゆかりのものじゃないかっていう説が出てるんですけれども、やはり回しをしてるっていうことですね。はい。まあこの高菊の方ではですね、継承羽生が軍は芸術的とさえ思える造形や表現がなされているだけでなく、古代王権の継承儀礼を追求する重要な手がかりになりますと、こんなコメントが書かれております。ほんでこれは和歌山、はい、和歌山市なんですけれどもね、この特徴っていうのはまあ回しは同じようにしてるんですが、茹で摘みをした歴史像なんですよ。だから邪馬台国の時代の男性っていうのは全員茹で摘みをしてたと、茹で摘み伝承ってなるんですが、これは茹で摘みをした歴史像が出てるっていうことが最大の特徴でありですね。まあコメントとしては東北アジアの騎馬文化との関わりっていうね、こういう指摘をしております。これがまあ愛知県の事例ですね。力士は神に捧げる力を持っていると考えられていたようですと、こういうようなコメントですね。はい。これが茨城県、これすごいのはね、上半身が茨城県立博物館にあってですね、
下半身が明治大学が持ってるっていうね、こういうようなすごい所蔵の仕方なんですね。そしてまわしの部分と上半身がぴったり接合したことでテクストが判明しましたっていうね、こういうような特徴がございます。そして福島県ですね、はい。そしてこのポーズがですね、相撲の四股を踏むポーズじゃないかなっていうコメントなんですね。四股っていうのは土地の邪気を払う大切な儀式で、古墳を作る時には力士の四股が重要な役割を果たしていたと考えていますと、まあ福島の先生はこういうコメントをしております。それでまあ、邪馬台国の時の話でしてるんですけれども、まあ私は十数年前からですね、崇神天皇と水神天皇が岡山にいたよっていうことをあちこちで話してるわけでございます。その根拠としてるのがですね、長船の天皇社、現在の行江神社ですね。まあ、行江神社に現在名前が変わってるんですが、江戸時代の正式名称が崇神天皇社であると。だから崇神天皇が岡山に長船にいたと考えれば、奥町尾張の地名の由来としてですね、崇神天皇の奥さんが尾張ですよと、はい、いうことで、近くにおられて恋愛結婚だったんじゃないんですかっていうお話を邪馬台国の時に私皆さんの前でしております、はい。それで崇神天皇というのは10代天皇だってですね、11代が水仁天皇、水仁天皇の記録がございあの見つけたのないんですけれども、水仁天皇の長男が保睦分けの命と申しましてですね、くぐい伝説っていうのがあるんですね。今の宝殿の向こうにくぐいっていう地名がございます。あのくぐいって何だと、まあ三段公民館の皆さん非常に熱心にやってるようだけど説も出せないと。くぐいっていうのは古代の白鳥のことを言うんですね、はい。まあ和歌子の演奏っていうのはこのぬでし分けだということで、ここですね、天皇社っていう刀剣の森っていうふうに書いてるんですが、まあここへお参りした時に、なんで天皇社なの、なんでこの上の天皇の何々天皇の名前が消されるんだということで調査したら、崇神天皇だっていう名前が消されちゃってるわけですね。そういうことが分かったわけでございます。まあ、ですからここの尾張の地名っていうのは崇神天皇の奥様の名前だと、こういうふうにお話ししております。そして11代崇神天皇の長男 の, 日本書紀にですね、これは北仏和家の御事の古い伝説っていうのがあるんですね。まあ、この王子はある日白鳥が渡るのを見て、これ何者ぞと初めて言葉を発したと。天皇は喜びその白鳥を捕まえることを命じましたと。まあ出雲で捕まえて献上したと、ね。白鳥は遊び相手にすると仏壇のことは言葉を発するようになったという、これは日本書紀の重要な逸話なんですが、古代の白鳥なんだと。それで私はこの白鳥を遊び相手にして遊んだ場所っていうのが今の宝殿の向こうの久保井からですね、備前市鶴見の久保井の間と、こういうふうに見てるわけでございます。これが地名学なんですね、はい。歴史学の先生では絶対こんな説出せませんからね、はい。それで岡山県は久保井っていうこういう書き方しておりまして、徳島県に行きますと古いというこの一字を書いております、はい。
そして分け主の演奏、ぬてし分けの御言なんですけれども、このぬてし分けの御言っていうのも第11代水神天皇の代行王子なんですね。先祖は乙彦王とされているということですね。それで今度は草食水液、要は歌詞の話に入る、戻ります。はい、これが出土しているのはですね、島根、鳥取、瀬戸内、兵庫なんですよ。ですから弾きの方はですね、全国的に出てるんだけれども、この末期の方は本当にこの地方にですね、集中していると。島根県浜田市ですね、目黒古墳でございます。ここにこういうのがちょうどこの反対側なんでね、写真がなかったんですが、こういうような島を撮ってますよ、6世紀全般と推定されてますよっていうことですね。それで鳥取県の場合はですね、でも向こう側かな、こういうのがついてますよっていうことなんですね。そして、兵庫県の小野市、ここですね、末期の壺などに人や動物などの小さな像をつけて当時のいろんな情景を作りましたと。その中に相撲を表した肖像が作られたものがあります。少なくとも古墳時代後期の埴輪では相撲が行われていましたと。古墳を築いた墓の主たちにとって大切な行事でしたと、こういうコメントをつけております。これが辰の方でございますね。4人の人物の右側の2人は取っ組み合いをしていると。これは相撲を取っている場面ではないかと。左側の2人は行事か見物人かと。そして、要は日本書紀でですね、相撲に勝ったのみの宿根がなくなった場所がこの末期の主とした辰の出身であると、こういうことなんですね。それでこの装飾すべきっていうのは特に長船、赤岩、ここからたくさん出ております。特に長船の磯の神からはですね、こんなの出てるんだけれども、これも東京行っております。そして先ほどの井伊からも出てるのはやはり東京行ってたんですね。もう考古学っていうのは早いもの勝ちの世界でございましてですね、いいもの出てきたら全部東京と、はい、東京へ持っていかれると地元の人はですね、世代が変わるとそんなもん出てたのを誰も知らないと、まさしく歌詞とかそんな状態だったわけなんです。これがまあ赤岩の事例なんですけれども、山陽町もですね、相撲がついておりません、はい、だから県立博物館に行っていただくとこういうものは展示してますし、赤岩の山陽町の資料館に行っても常時展示しております。それでまあ装飾すべきの相撲人形の考察っていうことで考えたんですけれども、装飾すべきっていうのは現在約600個発掘されています。そしてその主要なすべき生産地の一つが瀬戸内市なんですね。はい、皆様の地元がいかに重要な場所かっていうんですね。瀬戸内市、長船町や赤岩市出土の装飾すべきには相撲人形はついていませんと。なぜ歌詞のですね、装飾すべきに相撲人形がついているのでしょうかと。歴史埴輪の広がりと装飾すべきの相撲人形の広がりにはサインがありますと。これは説明した当時でございます。私はこれはもう答えは簡単だと思うんですね。埋葬されている方が相撲が好きだと、
つくかったかどうかと、この一言で説明すればいいんじゃないかと思うんですね。だから今お墓参りに行ってですね、個人亡くなった方がお酒が好きだったらお酒をお供えに持ってきますとね、同じような理由でですね、古墳の埋葬者が格闘技が大好きだったと、こういうふうに考えるのが一番素直な見方じゃないでしょうかっていうことと、600個も出てるっていうことはですね、それを作った作家っていうのはね、移動してる可能性が私は高いんじゃないかなと。だからいろんな人が作ってんじゃなくて、特に相続すべき範囲が限定されてますからね、この間を一人か二人の人間がですね動き回って作ってた可能性かなり高いんじゃないかなっていう。ほんでね、これ今朝ほど1ページ追加したんです。最大級の話を。これは何かというと、昨日ですね、最大寺出身の大津の鬼ですね、今最大寺っていう四股名三段目なんですが、寺っていう字が寺じゃなくて司っていうふうに書くんですけどね、その最大寺さんのお母さんと昨日お会いしましてね、まあ今日ここで相撲のお話するんだということで、来られませんかっていうお誘いしたんですが、別件の用事があって動けないんだということでね、ほんならとりあえずこの回はあと YouTube でね、世界に情報が流れますよと、だからぜひ YouTube で公開される段階で連絡しますからね、メールで息子さんに連絡してあげてくださいねっていう話をしたわけでございます。ですから例えばね、最大寺観音にですね、玉の森大吉ですかね、そういう相撲取りのお墓があるんですね。それで重要なのは、安政6年江戸時代末にですね、観音院が火事に遭いましてね、燃えちゃったわけです。ほんでその時にですね、ここに書いてますように本尊も一緒に燃えちゃったんですね。燃えちゃって現在の本堂を作る時に相撲取りねに来てもらってですね、地固めをやったっていう記録なんです。はい、これ池岳文書の中のにこういう記録があるんですね。3回この記録が書かれております。ですから、まあ、先ほど古墳でですねを作る時に四股を踏んだんじゃないかっていう説がありましたけれども、少なくとも江戸時代末にもですね、そういう相撲取りに地固めをしていただくと、こういう風習があったんだっていうね、まあいうことで今朝ほど9個入れましたんで、配布資料にはこれございません。はい、それでまあ最初の私の自己紹介の中でですね、まあ私は吉備国への渡来人のふるさとをですね調査してるんだというお話をいたしました。これ最大寺栄誉なんですけれども、ご存知の通りですね、神儀と呼ばれる木の棒を奪い合うお祭りでございます。まあ、神儀とは何であるかっていうのは皆さん好き勝手な説を出せばよろしいんですけれども、神儀の奪い合う前にですね、くしごっていう割り箸状のものを奪い合うんですね。このくしごって何だということで説を出した人がいないわけです。でこれが私今年の2月3日に最大の図書館でお話ししたんですけれども、現在残っている一番最古の神儀とくしごなんですね。そしてそのくしごには、まあ、これは神崎の根木喜太郎さんっていう方がお持ちになってるんですが、ここ見てください。
噛み砕いた跡があるわけです、はい、それでなぜ不思議を噛み砕くのかっていうことを調査したわけなんですね。それで、調査した結果がですね、西アフリカに先ほどセネガルの話しましたね、全く同じものがあるわけです。はい、セネガルとコートジボワールに全く同じものがあって、これが種目歯抜きと書く歯ブラシであると、そういうことが分かったわけなんですね。ほんで、まあ、高野山奥の院にも幼児と呼ばれるものがございます。ただお寺さんには何の伝承もないですから、坪井住職さんなんかはこんなこと知らないわけですね。仏教伝来寺の重要なものなんですね。だからこれを最古のものを見られた方は多いんですが、これを噛み砕いた後だっていう見方をしたのが私だけであると。それでこれは何だろうかなっていうことを調べて歯ブラシだと、こういうね、話を2月3日に図書館でいたしました。そして、まあ、今日は参院からもおいでいただいておりますけれども、出雲大社の神様、まあ神様にはいろんなお使いの動物がおりますよね。まあ狐やタヌキ、タヌキはいないか、ニワタルとかね、いろいろいるんですけれども、猿とか、まあこんなものだったらいろんな説を皆さん出すのは3日もあれば皆さんもすぐお出しにできると思うんですけれどもね、出雲大社の重要なことはセグロウミヘビっていうコブダカのヘビだってことなんですね。毒ヘビなんですよ。なんでそういう毒ヘビが出雲大社のですね、神様のお使いなんだということに対して、出雲ではきちっとした説を出した方がいないわけです。それを私はですね、出雲の神様がインドから渡来してきてね、出雲の浜へ行ったと。そしたらインドにいるフミルと同じ蛇が流れ着いていたんだということで、これを神様のお使いと決めたんだと、こういう説を出したわけなんですね。こんな話かなり評判が良くて、あちこちで講演してた話なんですよ。はい、それでまあ神深い行事は出雲の神社でかなりたくさんやってるんですが、その中で私は一番古いのが佐田神社じゃないかなと、こういうふうに睨みましたっていうのが、ここだけがですね、セムドウミヘビを十邪神というね、ふうに読んでですね、神門が亀の子のみだということで、神迎え祭発祥の地だというふうに考えたわけでございます。それで、サダっていう地名がインドにあるはずだということで、インドを調べました。そしたらちょうど、この場所にあるんですね、サダって地名がね。はい。海蛇の生息地と全く一緒でありですね、大野進先生が、日本語の起源はプレオフタミル語説っていうね、こういう説をお出しになってる。インド南方やスリランカで用いられているタミル語と日本語の基礎語彙を比較し、日本語が語彙文法などの点でタミル語と共通点を持つと説を唱えられたと。後に日本語の起源はプレオフタミル語説を唱えられました。この場所と全く一致するわけです。はい、だから地名学っていうのはそんなに今岡山で地名学って言ってるの私一人ぐらいだと思うんですね。まあ他の先生は地名学って言ったってあくまで歴史学の一分野としての地名学なんですね。それで熊山遺跡、皆様ご存知だと思うんですが、ここでお話しさせていただきました。この奥高校にある豊安って地名をですね、武安っていうふうに読めば
東証代理の第五代住職さんのお名前だと、はい、いうことでこの辺りの地名を調査いたしました。そしたら熊山との関係がの地名が出てきたわけなんですね。それでじゃあ第四代の住職さんっていうと安女王っていう方なんですね。この安女王っていう方は鑑真と一緒に日本に渡来してきた方なんで、出身地がですね、中央アジアのタジキスタン共和国なんですよ。ほんでここにきちっと熊山遺跡とそっくりなものがあるわけです。はい、だから赤レバ市の教育委員会さんなんかはですね、こんな話をしても全然似てるって言っていろんなものを出してくるんだけど、似てる程度が違うんですね。ここまで明確に似てることっていうのはありませんし、まあ話してるとインドに似てるってことがあるよとかね、いろんなことを言うんだけれども、本来は写真出してねって言うと写真出てこないんですよ。はい、いうことで第四代住職さんの安女王のふるさとに同じものがあるの、こういうことも分かったわけですね。それでまあ邪馬台国説、私ずっと県内13カ所でお話したんですけれども、これは太白っていう地名ですね、この地名に注目してですね、五国の首都太白が和国に渡来したっていう記録がですね、中国の歴史上魏略新書上書、この中に和人が自ら太白の跡というとこういうふうに書かれているわけですね。その和人は太白の子孫っていうふうに書いてあるっていうのはですね、古代史をやってる人はほぼ皆さんご存知だと思うんですけれどもね、それを奥長子を書かれた先生、若い先生はですね、太白を奥って読むわけです。奥長のルーツである奥と読むわけですね。これは観音の太白であってですね、そして天がついた太い白が五音の太白なんですね。だからこんなもの国語の基礎じゃないかということで、この地名からいきますと五の国からの途絶ですから、この辺りからですね、瀬戸内市、まあ、奥郡においでになった方が昔いるよと、こういう話でございます。それで五国との関係を言いますと、虫屋へ行く途中に長日記さんっていうお寺さんがございますよね。浅見でだって書く、はい、これをね、私たまたま訪問した日にですね、襖の下張りを燃やしておられたんですよ、お寺さんの方がね。そしてこの部分が私チラッと見えまして、これもらっていいですかって火が燃えてるところから一枚いただいてね、したんですけれども、これすごいこと書いてあるんですね。正田山長日寺は東土五国僧地蔵省に日本に来たりて、大和の国辰田法隆寺に居士ですね、盛んに空襲を唱えと、白鸚元年僧正となりっていうね、まあこのあと岡山へ来ましたっていう話が書いてあるわけなんですね。ほんでこれで注目したのはこの空襲っていう言葉、空の襲ですね。これを当時私は意味が分からなかったと。まあ最初に日本に入ってきた仏教である三道宗のことを言うわけなんですね。そして長日さんが昔あった場所が角田っていう場所なんですね。今昭和八番組のある場所、そこから移転したってことになってるんですね。ほんで角田って何かっていうと、インドの角田城本宮殿のこと、要はお釈迦様の生まれたとこだったわけです。はい、だからそんなことをお寺さんのことからも知らないし、まして
奥長州を書いた若い先生は全然知らないわけですね。ほんで私がこれだけの調査のために奈良へ行ってですね、まあお会いしたのが東大寺の教導である佐川先生にお会いして、佐川先生はあの国立博物館の西山先生の指導を受けろということで、西山先生の指導を受けてですね、まとめたわけでございます。だからあの、まあ、今日の話のまとめと言いますと、私は西アフリカからインド、キビ国への途絶えるルートがあったと考えますと、セネガルからインドへ入って出雲、キビ、ヤマトへの当選だということですね。で格闘技っていうのは世界各国で大昔から行われていましたと。日本食の記録は現在の相撲とは異なり、相手を殺す格闘技ですと。神話伝承を含めて相撲と一番似てるのはセネガルの腕ですと。インドのプシャティを経由して出雲の国へ途絶えしていますと。現在の相撲の直接の起源は土俵のある韓国のシルムですと。力士はじまで組み合って相撲を取っている状態の発見ではありませんと。装飾すべきの相撲人形は組み合っており、渡来金の格闘技ですと。それで、あの、かぐやま古墳のですね、樫野の家具についてですね、今回私の説をあの出すんですけれども、これは古墳の家具ではないのかと。つまり家具とは頭の意味、ね、頭の意味だと、こういうふうに考えます。まあ、1300年には、橋の五章と五の字がついているということなんですね。まあ、そして今回あの橋の時に追加しまして、ウズベクスタンの下しを追加しましたということ、あの装飾修理について昭和29年の橋の調子には、源流は朝鮮の品毛の時にあり、官僚における日韓の文化関係を物語る史上であると、こういうふうに書いておりますけれども、私は地名学から言って、朝鮮半島というのは通過地点に過ぎないと、こういうふうに見ております。そして大河の契約の出身地がなぜ記録されていないのかということについてはね、キビ国だから記録なしと考えると。だからあの主人水仁天皇の記録もですね、日本書紀から抹消 されていると。これはみんな私の友達がこう言うんだけれども、私はキビ国での日常生活で記録していないんだと、こういうふうに考えるわけですね。我々あの小学校の夏休みの宿題に絵日記っていうか、まあ、要は日記の宿題がありましたね。その時に何かやっぱり海水浴に行った、旅行した、キャンプしたっていう変わったことをやれば書くことができるんですね。ただ何も変わったことをしないと、なかなか書けなかったことを記憶してます。同じようにですね、あのこの十代天皇、十一代天皇っていうのは、キビ国にいたっていうのは日常生活でありね、記録していないんだと、こういう説を出しております。はい、どうも今日は長々とお話ししました。どうもありがとうございます。